明日はとうとう甲子園球場で行われる高校野球の決勝戦が行われますね、はい、そうですよね、はい、まあ、14時からということで、はい、まあね、頂点決める試合始まるんですけれども、うん、ね、にわか雨の可能性があるんですよ。そうなんですね、非常にね、明日予想が難しいのが、はい、甲子園球場のある西宮周辺となりそうなんですよね、うん、はい、まあ、明日は仙台育英と下関国際の試合14時からということですが、この時間帯のにわか雨の予想ということで、はい、まあ、どのように影響してきますかね。そうですね、はい、ではね、予想天気図まずご覧いただきましょうか、はい、明日、まあ、この図だけを見ると、うん、これどのあたりで雨が降るのかというのがね、一見よくわからないようなまずになっているんですが、はい、四国沖に動きの遅い低気圧があります。低気圧の周辺でこういった風が吹いているんですよ、まあ、近畿地方は、ね、湿った空気が流れ込みやすい場になるんですね。でこのため、昼間大気の状態が不安定でして、あちらこちらでのにわか雨があります。で具体的にどのあたりか、こちら降水エリアで見てみますと、まあ、湿った空気がダイレクトに入ります。この紀伊半島でも特に南東部を中心に雨が降りやすいんですけれども、近畿地方の南部でもね、雨雲が急に湧いてくる可能性があります。でしかも明日については上空の風が南から北の方に吹いておりまして、まあ、ちょうどこの、ね、試合中もね、西宮辺り降水エリア表現されておりますけれども、できた雨雲がね、北の方に流されていく可能性があるんですね、まあ、ごく短い時間降ったとしてもね、ごく短い時間ではあるんですけれども、うん、一時的な雨の可能性があります。まあ、試合がね、中止になるほどの、はい、それほどのね、うん、強い雨、長い雨が降る心配はないんですけれども、うん、まあ、試合中もね、一時雨が降って、まあ、中断などは可能性としてはあるかなと思いますね、はい、もし弱い雨となると蒸し暑さが増してきますかね。そうですね、もうこのようにね、南からの気団がどんどん入っている場ですので、うん、蒸し暑さ続きますので、まあ、見に行かれる方もね、熱中症対策はね、これも必須という状況が続きますね、うん、はい、まあ、その気になるお天気をお伝えしていきました。ぜひアプリでもご確認ください。